皆さんこんにちは。こんにちは。ファイナンシャルプランナー三田会の頼藤大輝と高山和恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、ファイナンシャルプランナー三田会、通称 FP 三田会の、ご紹介動画です。はい、はい、で FP 三田会というのは、はい、こちらスライドにあります通り、はい、慶応義塾大学出身のお金のプロ集団ということでございます。はい、はい、スライドを使ってねご説明していきますけども、はい、2017年6月に連合三田会より認可、ね、されまして設立しているということですね。はい、で目的は会員相互の親睦と学びを図り、うん、慶応義塾の発展に協力することを目的としております。はい、はい、で会員の資格はですね、はい、FP の資格を有する塾員としております、うん、はい、でもね、あの FP の資格がなくても、うん、まあ、参加したいという場合には特別会員として参加することもできます、はい、ということですね。はい、はい、そしてですね、総会は毎年1回9月に行っております。はい、はい、でその他、こちら書いてあります通り講演会とか、はいはい、勉強会とか、うん、会員交流会も実施しております。はい、はい、で現在ですね、2021年9月現在で60名が在籍しているということで、はい、ね、結構、うん、たくさんの方に参加していただいていると思いますよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でこれまでの活動実績をね振り返っていきたいんですけども、はい、FP 三田会総会第1回の写真がこちらですね。はい、はい、この時はコロナ前なのでちょっと密着したね写真にはなっているんですけども、ね、はい、本当にいろんな方とね知り合えて、うん、はい、まあ、仲良くなれてね、そして情報交換もできるといういい会ですよね。そうですね。はい、で最後にね集合写真が必ず撮るんですけども、定番なんですね。そう、この後もね、はい、何回も出てくるんですけども、はい、まあ、このような感じで撮っておりますということですね。はい、続いて第2回です、うん、はい、第2回の時は第1回よりもやっぱ人数が増えまして、そうですね、はい、このような下の写真見ていただくとたくさん来ていらっしゃるのが分かると思うんですよね。はい、で高山さん真ん中にねこちらね映、はい、っておりますね。はい、すごい、はい、たくさんの方と交流できて本当に楽しい回でしたね。はい、うん、ですね、はい、はい、で集合写真がこちらです。はい、まあ、集合写真の時にねちょっと帰ってしまった方もいらっしゃるので、はい、少なめになっておるんですけども、はい、こんな感じで毎回撮っております。はい、はい、続いて講演会です。はい、はい、こちらは慶応義塾大学の教授三村教授にお越しいただいて、はい、認知症500万人時代の資産管理のあり方と題して講演いただきましたということで、はい、ね、見ていただくとたくさんの方がねご参加いただいて大変勉強になる回でしたよね。うん、そうですね、内容も本当に、うん、なんか知らないことも多くて大変勉強になりました。はい、で、まあ、その後懇親会をして集合写真を撮るという感じでございます。はい、はい、続きまして、こちらもですね慶応義塾大学の名誉教授であります、はい、吉野さんですね、はい、お越しいただきまして、現役 FP に伝えたい5つの大切なメッセージと、ね、はい、題しまして講演いただきましたということで、はいはい、こちらも勉強になりましたよね。こちらも大変勉強になる内容でした。はい、はい、そして懇親会ですね、はい、懇親会のあたり集合写真、はい、決まりということですね。はい、ということでございます。はい、で講演会は他にもやってるんですけども、はい、この他には勉強会ですね。はい、はい、勉強会というのは、はい、あの会員がね主に講師になってやる勉強会になってます。うん、で、はい、講演会というのは基本的に外部講師を招いて行うということですね。はい、で勉強会こちら見ていただくと、はい、僕がね担当者ですけどもそうですね、はい、はい、個人に便利なフィンテックサービスと言いまして、うん、はい、まあ、フィンテックサービスっていろいろありますから、そういったものを会員の方々にですねシェアしたという感じですかね。はい、はい、そしてですね、会員の竹下さくらさんの講師で、はい、損保大手4社ドラレコ特約の比較ということで、うん、講演いただいたということですね。はい、はい、勉強になりましたよね。これも大変勉強になりました。はい、はい、そしてこの他には金融教育の現状と必要性、はい、FP の役割とはということで、うんうんうん、会員の鈴木紗友子さんの、ね、はい、講師で勉強会をしましたということです。はい、そしてですね、持ち家か賃貸か資産価値に重点を置いた不動産の考え方ということで、はい、こちらも会員の西山さんがね、うん、講師で勉強会を実施したという感じでございます。はい、はい、ね、皆さんもう一流のねプロなので大変勉強になる回ですよね。そうですね、うん、やはりあの皆さんあのどのテーマに強いかってあのそれぞれだと思うんですけれども、うんうん、やはり皆さん専門分野をお話ししてくださるのですごく勉強になりますね。はい、はい、そしてですね、会員交流会ということで、まあ、通常の名刺交換みたいな会もやってるんですけれども、うん、はい、このようにですね、アクティビティも交えながらの交流会もやっているということで、はい、まあ、過去にカラオケとかテニスもやっているということで、はい、まあ、大変仲良くね、やらせていただいております。はい、僕ね、テニス参加しているんですけどね。そうですね。はい。ということで、この他には、はい、講演会で、駒村教授にお越しいただいて、はい、長寿社会における金融老年学の可能性についてね、うん、はい、講演いただいたりとか、はい、あと意見交換会ということでこちら区議
ですね、はい、クリーの方を招いてですね、はい、少子高齢化社会における行政と FP の連携と題しまして、うんうんはい、まあ、オンラインで情報交換会をしたということですね、はい、あとは会員同士だけでですね、うん、オンライン情報交換会というのもしております、はい、こちらはコロナ禍での、はい、まあ、FP ビジネスどうなんだとか ね、 そうですね、 DX 推進どうなっているかというふうな情報交換会をしましたということですね、はいはいはい、そしてですね会員交流会ということで、うん、はい、お寺とお墓の見学会と就活セミナーと題してね、うん、はい、あの会員ですね高橋さん、うん、こちらがですね住職なんですよ、お寺の住職、はい、はい、ということで高橋さんにですね、うん、まあ、お寺とかあと就活セミナーを実施していただいたという感じでございますと、はい、いったところで、はい、まあ、このような感じで FP 見た会ね結構いろいろと活動しております。はい、はいね、親睦も含めながらね情報交換ができるということで大変勉強になるのかなと思っております、はい、そうですね、やっぱあと何といっても同じ大学出身の、うん、あの方たちで集まっているので、うんうん、やっぱこう親近感もありますし、そうですよね、あのすごく仲良くなれる雰囲気の中で活動できてるなと思いますね、うんうん、はい、でまあ、この後ですね役員紹介をしたいと思うんですけども、はい、役員はですね、まあ、代表世話人が、はい、生活デザイン代表の藤川太志さんです。はい、はい、で副代表世話人というのは4人いるんですけども、はい、事務全般主管が、なごみ FP 事務所代表の竹下さくらさんですね、はい、はい、そして研修主管がミセス FP サロン代表の加藤美希さんです、はい、はい、で会員交流主管が、マネーライフプランニング代表の小谷陽一さんですね、はい、はい、そして広報主管が僕ですね、はい、はい、あのマネー&ユー代表の頼藤大樹と申します、よろしくお願いします。そしてですね幹事がですね、上野第一法律事務所代表の、川上和也さんですね、はい、はい、この夫人であの運営をしておりますということですね、はい、まあ、この他ねあの幹事チームがあったりとかして、はい、まあ、あの基本的にはボランティアでね、うんうん、皆さんあの運営を手伝っていただいているという感じでございます。はい、はい、ということでこの後はですねあの会員から皆様にあの動画でねメッセージをお伝えしたいと思いますので、はい、まあ、ぜひそのね様子をご覧いただければと思います、はい、ではどうぞどうぞ。まあ、独立系 FP の方がまあメインではありますが、まあ、金融機関に勤めていらっしゃる方、あと弁護士さんや、税理さんといった専門職の方、まあ、FP を持っていらっしゃる方が基本ですが、幅広い業種の方が参加していらっしゃいます。非常に幅広い年代の方が来られてまして、まあ、20代の方から70代の方まで、いらっしゃいます。で私から見ると本当にあの年上の方も優しくて、非常にあのサポートしてくださる方ばかりですし、若い方々は仕事もできて頼りがいのある、方たちばかりです。非常に元気のいい人たちが多いですので、ぜひですねご参加ください。こちら入るとですね、講演会それから研修勉強会、あと会員交流のイベントがあって、結構人とこういろいろ交流ができるんですけれども、特に勉強会がお互いしてることを教えて、例えば私も講師したんですけども、逆に他の方のこう私が知らない苦手な部分についてこう簡単に教えてもらえたりして、勉強会がとても楽しいと思ってます。実はですね、この FP 見た会には FP 業界では名の知れた著名なあの有名な FP さんがたくさん所属をされています。ですのでマスコミやメディアなどで活躍をしている本当に活躍中の FP の方とも交流することができますので、これから FP 活動を始める方や今 FP をやってるけれどもどんな風に自分が仕事をしていいのかわからないといった方にはですね、もうすでに活躍している FP の方々と交流する場がありますので、自分の仕事これからどうやっていくかというところにとても参考になる会になっています。いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。はい、ね、皆さんからの熱いメッセージがね伝わったのかなと思っております。はい、であの FP 見た会ね気になった方はぜひネットで検索してください。 FP 見た会と検索していただくと一番最初にね登場しますということで、はい、まあ、あの入会したいっていう方もですし、あとはお仕事もね、はい、お待ちしております。お待ちしております。はい、よろしくお願いします。というわけでこのような感じで動画終わりにしたいと思います、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。